やばい。ラスト10。いや、えぐいこれ。もう動けないです。やっていただけないでしょうか。一個言っていいかな。俺ライダーキックやったことないから。タグさんにぜひともお願いしたいよ。引き受けるつもりで来てるから、それ大決定です。ありがとうございます。ありがとうございます。え、マジっすか。頑張れ、頑張れます。どうも、社内の井上正弘です。どうも、ドライバーの大輔です。大輔にクイズです。はい。このヒーロープロジェクトで欠かせないもの、何でしょうか。このヒーロープロジェクトで欠かせないもの、はい、難しいアクションがあるからじゃないですか。物を壊したりとか教える人もいるとか、うん、だから大変さは増してきますよね。例えば部屋の中でワンシチュエーションものとかいうよりは。なんで言っちゃうんだよ。え、今そういう質問じゃなかったんですか。なんで言っちゃうんだよ。あのね、アクションシーンってどれだけ費用対効果悪いかわかりますか。すごく時間かかるんですよ。あー、なるほど。5分間でだいたいですね、あの3日とか4日とかかかるんですよ。もしかしたら1週間ぐらいかかるんですよ。物によってはもっとかかりますよ。トラックぶち壊したりとかするともう大変なことになりますから。費用対効果悪いですね。めちゃくちゃ悪いんですよ。その見てる5分どんだけ価値あるんですかっていうのがアクションシーンだ。アクションシーンがあるドラマってだけでいきなり撮影ハードルはめちゃくちゃ上がるんですよ。アクション監督富田さんにやってほしいんだよ。あ、富田さん。そう、あの富田さんですよね。そう、富田さん。僕も存じ上げてる。はい。で、はい、その富田さんに今日会いに行く。まあちょっと作戦的には、うん、まあちょっとアクション稽古を非常に頑張って、まあ、本気でやりますよという姿を見せてからオファー、うん、だから井上さんがもう汗を流して本気でちょっとこんぐらいやる気ありますよっていうのが見えたタイミングでオファーに行くっていうことですね。やっぱり肉体を表現する人だから、はい、こちらもやっぱ肉体で表現しないと。まあ、井上さんが、うん、あの例えば行くじゃないですか、うん、で稽古するじゃないですか、うん、でここで井上さんがよし熱意伝わったなっていう、ちょっとその甘えはちょっと NG だと思うんで、井上さん今でもよし。だって俺は大輔が、はい、しないと俺オファーできない。そうですね。あ、まだ足りてないなと思ったら僕は出さないです。ちょっとまだですね。やっぱり熱量とかやる気とか根性っていうのを見せるのはやっぱり汗だと思うんですよ。汗の量割と早めに出してよ、ちゃんと任せてください。スタントラーで着きました。いよいよですね。練習されてるとは思うんですけれども。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お兄さん、よろしくお願いします。では、ちょっとあの一緒に練習できたらなっていう。お邪魔じゃなければよろしくお願いします。お邪魔します。よろしくお願いします。あの、トミさんです。はじめまして、トミタです。ちょっと一緒に混ざらせてもらってもいいですか。全然大丈夫です。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあちょっと着替えてみます。はい、はい、ということで、はい、準備ができたんで、トミさんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ最初あの、はい、ウォーミングアップとしてこういうラダーのやつみんなで変わってくるんで、はい、はい、部活の時にやったなよ。あ、お願いします。まずあの普通でジャンプしていきます。はい、はい、はい、懐かしい。なんかこれ懐かしい。なんか外を繰り返して速くしていきます。なんかできる外、あ、違う、あ、ハハ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 ハ。いやー、結構息切れますね。息切れますか。はい、はい、ありがとうございます。勝ちでやってたから相当疲れるね。やばいっすね。
もう結構俺汗かいたよ。いいでしょ。ちょっとトミさんにちょっと本題入って。なんで何基準だよそれ。ちょっと待って、アップのラダーやって、ちょっとミッド行きちょっとしただけじゃない？そんなんで来んなみたいな。それだしみたいになっちゃうと思うんで。まあそうだな。もうちょっと頑張ってください。そうだな。まあそれはそうだ。両足なんですね。だんだんやばくなってくるやつね。10の階段を僕は登り切ってみせます。よろしくお願いします。はい、それではお願いします。力を力。はい。これはえぐいな、これ死ぬ。どう、やばい、やばいです。ちょっと6ぐらいからあの呼吸が全くできないですえぐい、これちょっと待って、これ上脱ごう。もう動けないです、いやこれ大好きの見てる限り相当しんどそうだったんで、頑張ります。1、はい、2回、喋れません。喋れない感じがいいぞ。今残ってる息でちょっと伝えましょう。ここ熱量です。全部根気でいきましょう。マジで言ってる。あいつ疲れを癒るままこんなお願いってなる。トミさん。次のやつですか。そうです。あの次のやつ。あの次のメニューじゃないです。あの僕たちあれね、あれなんですよ。あのドラマ作ろうと思うんですよ。ピンクの特撮を作るんですけど、あの特撮にはアクション欠かせないと思うんですよ。よかったらアクション監督トミさんにやっていただけたら素敵だなと思うので、やっていただけないでしょうか。そういうことだったね。全然俺よければ。マジですか。はい、本当ですか。ありがとうございます。こちらこそ。ちょっと今日はまさにその根性を見てもらおうと思って、こういう感じで押してもらったんですけど、あの喜べない。喜べない。疲れて喜べない。生身アクションは、まあ、基本人間対人間っていうことなんで、それに合わせた距離とか動きの制限の感じとかがないというか、例えばかわすのも人間だとこうギリギリかわせるやつが、スーツがこういろいろついてるとここではかわせないんですよね。避ける範囲もでかくなるというか、ここの2人だけでもここに着ぐるみの厚さとかがあると、ここ人間でこう入れる距離がこれぐらいになっちゃうとか、自然と距離感が必要になったりとか、あと体がでかいんで、あのちょっとした動きよりはでかく動かないといけないとか、そういうのがスーツアクションとの違い。スーツアクションの方がやっぱり大きく分かりやすくっていうところがあって、生身の方がこうなんか一手一手に迫力が出るよね、なんか普段僕らなんかそこまで考えて見ないというか、抽象的に見るんですけど、なんかすごく違うんだなっていうのが。他はなんか今やったやつとかで打撃の音とかが編集上入るじゃないですか。割とそのリズムでこうお客さんも見るんですけど、
そのリズムをいかに崩すかみたいなのもちょっと狙いで作ってみて。あ、リズムを崩すんですね。このリズムでこうパンパン動いてるのに、実際こっちの人がこうこういうリズムで動くつもりで、パン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 、この感じ。こうお客さんが反応しきれないフックになるんですね、なんか引っかかりができてる。そういうのを作ったりっていう。これハーネスですね。ワイヤーのハーネスって言って、これでこれもうこれを着込むんですよ、衣装の下に。これは50ピックっていう種類のやつで、これ50箇所以上あるのかな。50ピックってそういうことなんですね。そうです、どこでも行けるんです。へえー。今の飛びに対してここの蹴りが弱いと成立しないというか、魔法みたいになっちゃう。そうタイミングがずれるともう全部しょぼくなっちゃうんで、もう本当アクションシーンってなんかこチームワークの試合みたいな感じですね。じゃあいきますよ。はい。蹴ってんですけど、感触が全部逃がされて飛んでってる感じですね。外れてもないし、あの当たりすぎてもないっていう感じが。ちょっと視聴者の方はやっぱりライダーキック見たいんじゃないかなって思うんですよ。あ？あ、ライダーキック聞こえなかったです。ライダーキックちょっと見たいかな。一個言っていいか、一個言っていいか。一個俺ライダーキックやったことないから。わかる？あ、スー変身してからだから、あれって一番最初に岩船行った時も言ったけどさ、はいはいはい、俺がやりたいのはパクリじゃないから。新しいやつをやりたいから。そうです。で、これはパクリとかじゃないです。見たい。皆さん、そんな作品にはならないんですが、ちょっとそんな温かいのに見てもらえれば。そんな作品じゃないですからね、僕がやりたいのは。はい、ということで、アクション稽古ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あの本当にちょっとピンクの特撮、はい、改めてちょっと今後いろんなものをちょっと歴史で共有していきますので、ちょっと改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。そう、富さん決定です。イエーイ。よろしくお願いします。一番監督も決まりましたね。はい。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。